マガジンンチャンネル総督とダンテの出会いから一日ダンテには致命的な変化が起こっていたまずはこんなアミガサ兵の日常をご覧いただきたいアミガサの兵士たちの扱いはおよそ人間らしいものではなかった 誰だズビズビやかましいぞ前へ出ろお前か。確か中耳炎だったな。まだ治らんのかえこれで治ったかまだ治らんかえ出来損ないめ。このように。 わずかな不調で処分されても誰も疑問に思わなかったええ、おいお前なんだその目はだん以外は <laughs> まずい今まで何度も見てきた光景だ何度も何度も俺だって何度も同じ目にあったたまたま殺されなかっただけで 何もしないのは何で,何で何とも思わなかったんだダンテ貴様いい度胸だなえダンテはもう自分の感情が間違いでないことを知ってしまった怒りの時間では一度も起これなかった彼らがなんだこれ怒りが湧いて湧いて収まらねえ どうすればいいどうすうん <laughs> 身の程知らずがお前らは欠陥があれば廃棄されるただの道具だ勘違いするなよええ、あやべえやっちまった <laughs> 一日前 エーテルのリーダーは私だ。網ガサに潜伏している。<laughs> 見ろ。アオ<っ>葵もいるだろう。う <laughs> 信じられないな。お前、本当にあのサイズの網ガサに寄生されてなんとも。<laughs> おい、聞いてるのかな、これ、もらっても。 うん、い,いや写真なんて見つかったら危なくないっすか何で持ち歩いてんすか和むからだ悪いかえー、もしエーテルに入るならお前は極秘任務に行っていないここでも何も起きていないということにするえでもお前の仕事はエーテルでは暗殺のみになるだろう アミガサに比べエーテルは人員も武器も圧倒的に不足している隠密行動によって局部から崩壊させていくしか勝ち目はないそれでも仲間になってアミガサと戦うかも,もちろんいいのか葵にも聞いたけど決める権利ないってずっと決めるのは私だでは盗聴器をつけろ 監視ももさせてもらうぞ。なんでエーテルは皆バレないことを第一に慎重に生活している私は今回お前の記録を改ざんするがその痕跡が見つかれば私も危うい私の正体がバレたらエーテルは終わりだその危険を感じたら即お前を切り捨てる当面お前の役目は 今まで通り兵ととして暮らすことだ余計なことは一切せず目をつけられないように暮らせいいなはっ総督、この兵は処分した方が良いかと思われます思考に重大な問題がう <laughs> ああ殺さない程度に痛みつけて教育しろ能力は高いのだから しかし総督マジごめんチッ不平等だよな鼻すすって殺される兵もいりゃ上官殴ってもおがめなしかどうする久々にやれやらせるか断るごとに厳罰処分となるダンテに対し上官たちはあらゆる手段で彼をいたぶった いたぶり方に楽しみを見いだしているふうですらあったこれを一晩中殴ってろいいというまで続けろよこの尖った壁もすでに何度も経験済みだが今のダンテにとってこれは発散になったありがてえまだイライラがくすぶってたんだよな。 俺、やってけるだろうか。頭の中が変わったら見え方がガラッと変わっちまった <laughs> この時ダンテの全身には生まれてから十数年分の怒るべき時起これなかった怒りが渦巻いていた <laughs> 当然怒りの収め方も知らなかった 翌日また兵が死んでるなんで死にすぎじゃね知るか話しかけんな <laughs> なあクソだな今度ントクソクソクソ俺までクソになっちまいクソ葵に会いてクラッカーいるか 昨日寝てないんだろお前が軍曹を殴ったときさ俺ちょっとスカッとしたんだよなおああな誰にも言わないでくれよこれはお前が食えよえお前もそんなヒョロヒョロじゃいつ同じになっちまうかわかんねえだろ俺のもやる絶対殺されんなよダンテのやつ 私の言うことをまるで聞かない判断を早まっただろうか奴は想定を超えるバカだようグラントどうした銀子宮 D18 に来てくれ親入りがいる使える暗殺者にしてほしいへえ親入り信用できんのかわからんだが腕は確かだ 兵士ランク特 A スサイズ10のアミガサに規制されて何ともないあと葵に惚れてるかまわねえがこっちにも問題が起きててよまだ確証はないんだがなんだ仲間が2人殺された今までの言動で感づかれてたなら仕方ねえんだがもし網ガが資格を投入して手当たり次第エーテル狩りを始めたとかになってたら 厄介だエリアによってはエーテル計画がバレる可能性があるなあ、ね、D18 でのエーテル計画は見つかって全滅した次の作戦が失敗すれば俺たちに打つ手はなくなるぜ仲間は一人でも欲しいが今はリスクよりもじっと息を潜めてるべきだ新入りはいざとなりゃ切り捨てろようん <laughs> 確かになまず死角がいるかどうかいるとしたら位置や数などの情報を集めてほしいまた兵が殺されてる片付けてやろうダンテ何をしてる軍曹ちょっと片付けを触るんじゃない何が片付けだグズメ持ち場に戻れ 軍曹 <laughs> あこのキノコ懐かしいな俺だけ説明書読めなくてきれいと思って触って腹壊したんだよな、はあ、<laughs> ああウフあ軍曹のタオルあれか

腹が、こんなところ誰かに見られたら具合悪そうですね軍曹ずっと腹壊してる自分のことは殺さないんすかなんだと貴様ずっと腹壊してる方が中耳炎よりよっぽど兵として使えねえと思うんですけど自分はいいんすか 何を言ってる貴様。おかしいぞ、完全に。おかしい俺がだったら答えろよ。納得させてくれよ。なあ。なんであんなひどいことして平気なんだなんで殺すんだ何もしてねえ奴を。なんで何とも思わねえんだよ。人が死んで。<laughs> な、 なんだ、これ変だな本当に目の前で誰かが死んだら辛いのにてめえをぶん殴って殺してやりたいこれってどうすりゃいいんだお前お前はもはやとても感化できんあまりにも危険だその感情はアミガサと対極にある大罪だぞ